曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。メガネビジョン特徴、ラジオネーム、味噌煮込みズボン。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。小木やはぎのお二人は腐るほど金があるので、庶民がついていけない金の話をポンポン出します。有名なのはエコノミーなんか乗れねえ。いや、そこまで言わない。そこまでないよ。そんなにね、お金もないけど、ないないない、うん、まあね、なこと言うね。そう、うん、これはまあしょうがないやつだから、うん、みんな乗ったらわかるよ。そうだよ、うん、うん、乗ったらわかるよ。え、嫌な感じわかるよ。うん、うん、何でもそうじゃんだって、うん、世の中ってね。そう、ちょっと贅沢みたいな。そう、贅沢を知っちゃうともう戻れないっていうのがあるでしょ、うん、そうなのよ、うん、そうだよ。しょうがないんだからこれは、うん、うん、だからなかなかね、だからでもさあ、はい、庶民やとか言うじゃない、うん、別に俺たちだって庶民なんだけど、そうそう、多少いい生活をしてるでしょ、ちょっとだけね、うん、そう、それをひた隠しにする発言をするってやっぱ難しいよね、うん、でも政治家とかさ、政治は政治家、そうよ、うん、うん、てか世の中の、うん、まあ世論の人たちを味方につけなきゃいけない職業じゃ、うん、俺たちも、うんうん、そういう人ってちゃんとそれするよね、してる、テレビ見てるとやっぱみんなこういうこと言うと人は僻む、うん、ね、こととかを極力言わないようにするのが、うん、やっぱりちゃんとした人たちだよね。そうなんですよ。ちゃんとしてるんですよ、皆さんね。こっちはさ、開き直って、僻む方が悪いんだよと思っちゃうけどさ、僻む人っていうのをちゃんと念頭に置いて対処してるよね。うん、してんだよ。うん。そうなんだよ。大人、ちゃんとした人って。だからそういう大人になろうよ。そうね、俺らもさ、うん、確かにそりゃそうだ。だってみんなわかってんだよ、世の中のお金持ちの人たち、うん、まあ芸能人もそう、政治家もそう、うん、みんないい生活してるのに、やっぱそういうこと言わないもん。言わないか。うん、で、それをさ、こっちはさ、いい生活してるのに、隠して、そんなね、庶民ぶってるからずるいと思うじゃん。うん。でも、そういうことをしてる人たちをみんな直接的に見るから。うん。もう表面のことだけを見る人がほとんどだから、ね、はいはいはい、やっぱりそっちは確かにそれはそうだ、やっていかないといけないんだよね、うん、でも無理だけどな、無理だね。どうすればいいのよ、車の話をするとき。車しちゃいけないんじゃないの。そうするとしちゃいけない話が増えるのかな。やっぱ持ってる人ってあんま言わないんじゃねえかな、車の話とかも。じゃあ海外旅行行く話はどうやってすればいいの。旅行行った話はどうすればいいの。じゃあ一生懸命お小遣い貯めてやって、お小遣い行きましたっていう。最初に感想を言えばいいの。いや、お前。一応お小遣い貯めてねっていう話に。熱海しか行っちゃいけないなって。そんなことないですね。まあまあ、近場のね、温泉とかにっていう感じか。うん、海外旅行話ってみんなするよ、でもね。します。旅行話は。ああ。うん、まあ。で、旅行に乗った時にエコノミーのに乗ったとか、何に乗ったって言わなきゃいいの、じゃあ。まあ、そうですね。そこは言わないんじゃない、やっぱ。みんな。でもグリーン車じゃねえや、うん、ビジネスクラスとかファーストクラス乗ってるに決まってんじゃん、うん、芸能人、うん、まあまあ決まってるよね、うん、決まってるじゃん、うん、それはそうだよ、そうだね、乗らないとちょっと、うんうん、あるんだからさ、だからそれ言わなくていいんだよ、だからどうしたらいいんだよ。何を言わなきゃいいんだよ、だから全部、まあ、話し方、じゃあ何だんまりだな。話し方じゃないですかね。話し方が、はい、それビジネスクラスに乗るのが、皆さん普通でしょみたいな雰囲気で話されるので。うん、あ、普通でしょ的なの、俺が。普通じゃないですよ。今回ちょっと生意気ながらもね、ちょっとビジネスクラスのものをさせてもらってって言えばいいんだ。いいですね。ああ、そういう言い方。ああ、なるほど。それだけで全然違うんだね。思ってるけどね、生意気ながらって。うんうん、いつも毎回生意気ながらビジネスクラスに乗ってるよとは思ってるよ。気持ちはね、うん、確かにそれはさ、おかげさまでっていう感じでありますよ、そうですね、本当にもう。そうだね。うん。あ、そう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 。そういうことだな。うん。じゃあね。あ、これ、基本の時間です。これはまあ、我々に対するさ、
リスナーからのご意見を、まあ、ちょっと聞いていくコーナーっていうのかな。はい。じゃあ初めて聞く人のために説明すると、そういったコーナーが最後に設けられておりますので、そちらの批評のコーナーに行きたいと思います。こんばんは。TBS アナウンサーの増田直弘です。週刊おぎやはぎ批評。この時間は、聴取者の皆様から寄せられた番組へのご意見、ご要望を紹介し、より良い番組作りによる放送文化の向上を目指し、パーソナリティであるおぎやはぎへ自己批評を促します。本日も素敵なピアノの演奏とともに、皆様からのメッセージをご紹介いたします。あのさ、今夜の放送って、裏のライオン休みだよね。となるとさ、今夜は普段裏を聞いてる方がメガネビーキを聞いてるかもしんないよね。となるとだよ。まずは増田の紹介からしないといけないよね、これ。ん？私、TBS アナウンサー、増田直弘と申します。アナウンサー歴27年。最近は、売れたい願望が強すぎるアナウンサー。伝えるという本来の仕事を忘れているアナウンサー。様々なアナウンサーがおりますが、この増田、確かな技術に裏付けられたアナウンス能力はもちろんのこと。前に出すぎず、若干のユーモアで場を和ませる感じが心地いいよね。なんて言われております。いや、本当にね、昨今は、前に出すぎるアナウンサーが多すぎて多すぎて、全く本当に困ったもんでございます。あれ？何よ？何死んだ目でマスのこと見てんの？もっと狩猟民族のようにガツガツしていこうよ。さあ、普段こっちを聞いてないリスナーさん、面白いのやりますよ。振らないんですよね。ね、あんまりね。マスダンソン、フィーザキー、トゥーザテーサーザコンサー、マスダンソン、フィーザキー、トゥーザテーサーザコンサーマスダンソンフィーザキートゥーザテーサーザコンサーマスダーなるほどね。いやー、普段聞いてないリスナーも聞いてるってことでね、久々に出してやりましたよ。いいでしょっていうからね。はい、やる気とやる気た。ってことで、それでは、最初のステイチューンです。東京都世田谷区、ラジオネーム、上月がめこさん、31歳の女性からいただきました。ありがとうございます。あのさ、矢作。ん？聞いてる？矢作。聞いてるよ。お前さ、うん、先週の2時5分前に、うん、山岸舞が結婚したニュースを読んだじゃん、うん、その時、なんで舞なのに綾がつくの？って言ってたけど、うん、今更それどうでもいいから。聞いてる？矢作。